こんにちは、黒田和義です。今日もご視聴ありがとうございます。今日は、菅沼浩三さん直伝イヤンイヤンという技ですが、どういう技かというとこういうやつです。こういうやつですね。右左右左足足左右左右足足っていうふうにやると手がこうイヤンイヤンになるでしょっていう。でそうすると最後足で終わっちゃうので、クラッシュ行くときは、一番下の段に書きましたけど、今6連で考えるとね、6連でちょうどハマるので、3連とか6連だとワンワンツーワンツーで、そうすると最後左からスタートになってるので、左でクラッシュ行けば戻ります。具合に使ってもらえば、まあもうこれだけで十分なんか使えるかなって感じですけど、でテンポがこうヘミオラにしたい場合、要はタツツ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 タンタンみたいなね、この、こっちで書きましたが、一回でもいいんですけど、イヤンイヤン一回分、要は。形で使ってもらえばいくんじゃないかなと。ホビーで1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、25、26、27、28、29、30、31、32、33、34、35、36、37、38、39、40、41、42、43、44、45、46、47、48、49、50、51、52、53、54、55、56、57、58、59、60、61、62、63、64、65、66、67、68、69、70、71、72、73、74、75、76、77、78、79、80、81、82、83、84、85、86、87、88、89、90、こんな感じで使えます。で長く引きを伸ばしたかったら、下の段みたいに。最後のタカ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 は何でもいい。という具合に使ってもらったり、いう感じで使ってもらえば結構いけるんじゃないかなって思うんですが、であと僕がよく使うのがハイハット。これビル・シュワットがやったんですけど、まあ一方通行、超暴力的な。という具合にハイハットからだとこのこっちは行きにくいんですよね。だからっていう風に使ってもらえば、という具合にいろいろちょっと使ってみましたが、考えられるといろいろもっと引き伸ばしても全然いいですしね。とりあえずそのヘミオラになった時に、要は3拍子が乗っちゃうんで、まあ、フリーソロで使うっていうのもすごく手なんですけど、やっぱりインテンポで使いたい。そうすると、ワンツースリー、ワンツースリー、ワンツーセクか、ワンツースリー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 、ワンツー、ワンツーっていう風に行くか、みたいな感じで考えてもらえばいいですね。ここ、無理やりね、ワンツースリー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 、ワンみたいな感じで使ってもいいんですけど、そうするとちょっと整合が合わなくなるっていうか、なんか手順が分かんなくなるので、ギリギリまでやってももちろんいいと思うんですけどね。一番最後のところね、そこら辺はご自身でいろいろ書き出してやってみていただければと思います。なので3連6連系で使うといいんですが、まあ見た目の問題ですね。手がこういう風になって大げさにやらないとね。だから大げさに手を振ってもらえばイヤンイヤン感が出るんじゃないかなと思います。というわけで、本日は以上になります。こちらの、譜面の方はですね、 LINE 登録していただけるとダウンロードできますので、 LINE かメルマガ登録の方お願いします。本日も最後までありがとうございました。